ずっとベッドの中で携帯触って12時ぐらいに下にリビング行って、で朝昼兼用で今日からちょっと撮影がまた今週来週とあるから、ちょっと最近顔がプクプクしてきたからちょっとやばいなと思ってて、だから今日から燃焼スープ、朝昼とかは燃焼スープにして、まあ、夜も基本燃焼スープやけど、あとお鍋の日はお鍋食べようと思って、今日はねキノコ鍋にしました。で今日私がお仕事何もなかったから家にずっといたんですけど、なんか今ちょうどキノコ鍋を作って、ご飯までちょっと時間があるのでみんなが帰ってくるまでちょっと待ってるって感じです。今それで配信してる。そうって感じ。キノコ鍋ってめっちゃいいらしいですね。栄養もあるし。そう、今日はね初めて作る味のキノコ鍋なんですけど、なんか最初にだし作る時に普通にお水入れるでしょ。お水入れてお酒入れてみりん入れて、でポン酢をそこに入れるんよ。ポン酢入れて、あとはあれだし系の粉系入れてあれじゃないですか、いろいろあごだしとかそっち系の粉入れて、で最後塩ちょっとジャジャジャって入れて、で具入れて煮込むじゃないですか。じゃあ最後に大根おろし、おろしたやつの汁とその大根おろしも入れるっていう、なんか冬のキノコ鍋みたいなやつちょっとなんか出てきたからそれ作ってみました。まだそう食べてないからちょっとわかんないんですけど、また美味しかったらメールで美味しかったって言っときますね。はい、前髪切ったの気づいた？昨日ぐらいに前髪切って、昨日か昨日の朝切った。美味しそうやんな。あ、そうみぞれ鍋みたいなやつ、そうそう美味しそうやなと思って。お姉ちゃんはずっと大根おろし吸ってくれてた大根おろし吸ってって言って大根おろし作ってくれました。眉毛教えてほしい。眉毛の描き方かな。眉毛何で描いて、眉毛ペンシルで描いてます。でもちょっと今生えてんねんな。結構眉毛サロンまた行きたいなと思って、あんまり処理してないからあんま見ん方がいいけど、最近でもねまたティントをやり出すようになったかな。ティントをしてます。マミーが帰ってきたわ。配信してるの知らんと呼ばれたらどうしよう。たまに下から呼ばれるからガチャッとか入ってくるからマミーが帰ってきました。そう、最近ねちょっと配信できてなかった間にいろんなことが発表されたので、ちょっと配信を早くしたいなって思ってて、今日やっと、そうだから今日はちょっとどうしてもねちょっとでもいいからしたいなって思ってて、はい、まずはライブのタイトルが発表されましたね。そして受付も始まったということで、29日からか、はい、始まりましたけど、もう皆さん申し込んでくださいましたか？はい、申し込んでくれたかな。ありがとうございます。お、申し込んだよ、嬉しい、ありがとうございます。ねえ、なんか今さ、正直申し込み始まった時は何も言われてなかったかもやねんけど、緊急事態宣言が多分さ1ヶ月延長されそうじゃないですか。でも多分ライブ自体は開催できると思うし、有観客で多分お客さん 50% とかにはなっちゃうけど、開催はでき、今の感じだとできそうなんですけど、そうだから関東に住んでる方はちょっとやめとくねっていう方も多かったんですけど、でもねこのご時世だからさ絶対来てとも正直言えないから難しいんですけど、でもなんかすごい
私たちも対策をちゃんとして、あとなんだろう、なんかさ目に見えないところでやってくれてても不安になることもあると思うから、ちゃんとそう皆さんが見て安心できるぐらいちゃんと対策をしてもらうので、はい、それは安心して来てもらえたらなって思います。まあ、配信はでもあるので、でもなんかどういう形で配信するとか、どんだけいろんなのがあるとか、その推しカメラみたいなのがあるかどうかもわかんないし、まだそうなんですけど、でもなんか私は感染対策もなんか可愛く楽しくしたいなって思ってるので、なんかいろんなとこにケージとか貼るんですけど、そこにキャラクターつけてみたりとか、そう、そんなキャラクターも考えさせてもらったりとか、なんやろな、こうあとはいろんなアーティストさんとか、最近そういう小さめな規模とかでライブやられてる方の情報をいっぱい漁って探して、なんかみんなはどんなことしてるんかなって、そう思っていろいろ私も真似させてもらったりとか、じゃあ私はこうしてみようとかっていう風に書いてたりとか、ライブ中もいろいろ考えてるのでそうそう、換気の時間入れ、なんか目に見えるさ換気この会場されてますって言われても大丈夫かなって思っちゃうこともあると思うから、そう目に見える形で換気をして、でその時間も楽しんでもらえることを考えてるので待っててください。はい、お願いします。そう、そのライブのタイトル、最後の一色、そう、なんかなんて読むのっていう風に聞かれてたんですけど、最後の一色です。なんか今まで自己紹介にもあるように、みんなの心に彩り越えるよって言ってるんですけど、最後ね、もっと皆さんに彩りを加えたいなと思ってこのタイトルにしました。そう、そうです、タイトル素敵っていう風に言ってくださる方すごい多くてめちゃくちゃ嬉しいですそう、今回ね本当にもうタイトルを決めるのにもいっぱい悩んだんですけど、ドロゴとかもめちゃくちゃこだわって作っていただいたので、こうロゴとかも徐々に発表されたりとか、まあ、グッズとかもちょっとずつそう公開されていくと思うので、楽しみにしててもらえたらなと思います。はいもうさ、なんか全部さほぼ決まってさ、あー決まってるってなんやろ、すごい実感湧いてきますね。だってあとさ、もう2月、今日から入ったじゃないですか。だからあと1ヶ月ぐらいと思うと、やばってほんまに一瞬やなっていうところで、うん、すごいね、寂しいんですけど、でもなんか今は寂しさもあるけど、まだやることがいっぱいあるし、撮影とかもいっぱいあったりして、まだなんか楽しいワクワク気分がいっぱいです友達から来た、友達がフォトブックというか卒業メモリアルブック買ってくれるらしい嬉しいね。あ、そう、そして今もちょっとチラッと言ったんですけど、一月ぐらいに発表させてもらったんですけど、私の卒業メモリアルブックの発売が決定しました。イエイこれも3月3日発売です。ライブと同じ日になります。そう、いつもあずっと本当にお披露目の後の会見で発表されてからずっと4年半お世話になってる公文社さんで、今までアイアンロードっていう連載をフラッシュスペシャルさんの方でやらせてもらってたんですけど、その公文社さんから今回、はい、最後にメモリアルブックを出させていただくことになりました。ありがとうございます。本当にこうず去年の生誕祭の時にもフォトブックを出したいと言ってて、でも
卒業発表をするまで形にできず、こうこのまま終わっちゃうのかなって自分でも思ってたんですけど、でも最後まで頑張って言い続けて出したいってでもそれにこう言うだけじゃなくて、共にこう動いてくださったスタッフさんがいてくれたから、こうやってねできたので本当にありがたいですね。そうふふ徐々に昨日とかもオフショット動画みたいなのが上がってたりとかでもさ、また発売の1ヶ月前やのに、あんななんかすごい動画もう上がっちゃうんやと思ったんですけど、そうでもなんか青木さんがすごいいろいろとやってくださってるので、なんかツイッターの方でどんどん動画が上がったりとか、写真とか公開され出すのかなって思うので、はい、ちょうどね表紙とか表紙のデザインとか決まった感じですね。なんか写真とかも全部見させてもらって、選ばせてもらって、はい、なんか最後なので自分も納得いくものが作りたかったので、それを一番にして自分の納得のいくもので皆さんに喜んでもらえるものっていうので、そうだから男性のスタッフさんの意見もたくさん聞きつつ、そして私のこだわりも入れつつ、はい、作っていただいて、じゃあなんか気づいたらそうやって116ページになっちゃってて、なんか本当はもっと100ページぐらい、多くて100ページぐらいな感じで想定してたんですけど、青木さんが写真をもうこれ以上削れないって言って、もう載せたいものが多すぎるって言ってページ数を増やしてくださって、そうなんです。で116ページもはい作っていただきましたそう本当にね、ナタを当たってる、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、本当にねありがたいです。どこだどこだ、あ、ネハレムさんありがとうございます、ありがとうございますさすが青木さんね、本当にありがたいです。そんなにページ数多いフォトブック初めて確かに、だからね、そうですね、なんか全部詰め込んだ感じはありますね。すごいもうボリューム満点な感じです。そのフォトブックのイベントとかもいろいろ、まあ、コロナでね正直どこまでできるかとか、どういうやり方になるかっていうのはちょこちょこ変わっていっちゃう気がして、まだねだから正確に発表ができてないんですけど、予定はいろいろしてるので、いろいろ楽しみにしてもらえたらなって思いますし、いろんなサイトでこう予約販売をもう開始してるんですけど、そのポストカードがついてきてたりとか、名前写真がついてきたりとかするんですけど、それのフォトブポストカードと名前写真も全部私が選んだので、はい、私が好きな写真というか、はい、ポストカードにしたいなと思うのを選びました。私セレクトです。だから全部のお店で多分違うポストカードですですね。かりんちゃんがツイートでみんな10冊分かってくださいって言ってくれてたね、嬉しい。見る用と飾る用と何持ち運び用とあと何やろな、
見るよ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 、あ、配るよ配るよとか。そう、でもありがたいことにもともとこう、まあ、このくらい販売したいなって考えてた枚数より今本当にどん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 とそれを超えてきてて、倍とか3倍とか本当にありがたいことに。そうなんですよ。そうで、なんかライブ会場でも販売したいなって思ってるので、はい、もしよければ皆さんチェックしてみてください。枕用、枕用確かに大事、毎日寝る前に見るよ嬉しいです。最近イーヤンがずっと一緒におって最高すぎふ最高すぎ、嬉しい。でもね、最近だけじゃないな、ないんやなってめっちゃ思ってて、なんかこうフォトブック作ったりとか、あと何ですか、いろいろやらせていただくことに、やっぱ昔の写真を探す機会とか見る機会っていうのがすごく多くて、例えば誰かの生誕祭とかってなった時とかにみんなで写真撮るじゃないですか、公演終わった後に撮るんですよ。なんかその写真とか見ても大体隣にいて、私のフォルダにある中での写真だったんですけど、なんかそうやって16人とか20人とかそういう大勢でいる時もなんか隣にいて、なんかびっくりしましたね。改めてこんなずっと隣にいたんだって、なんか個人的にそんなめっちゃ意識してたわけじゃなかったから、ずっと隣にいるとか意識してなかったからこそ、今見てみてねこんなずっと一緒にいたんだなってすごい思いましたね。気づいたらね隣にいるんですはい、こうナンバトルで F の公演終わった後も私が LINE を送ったんですけど、そう、なんかそれに対してなんだろうな、グループのこともすごい考えてるし、なんかめっちゃ考えててでも悩んでるところもいっぱいあって、そう、でもなんかこうレイちゃんって自分の気持ちをねみんなに言えるタイプじゃないから、だから F でもミオンとか同期がいるから、そうそう、ミオンに伝えときましたレイちゃんの代わりに。そう、みんなね頑張ってるから。イーダすごかったですよね、 F の公演の時マジで表現力やっぱりすごいなって思いました。ラピスのライブの時、オンラインライブとかみんなめっちゃ感じませんでしたか、レイちゃんの表現力すごーって。そう、マジですごいんよ、普通に尊敬する。てかまだレイちゃんから表現学ぶことめっちゃありますね。うん、卒業までにレイちゃんとコラボ配信しよう。おお、確かに、まあ、コラボじゃなくても普通に一緒にいる時にね配信とかしたいですね。そう、 あと2月の20日に母校へ帰れとかの振り替えの、初恋とかかなの振り替えの追加日程が発表されたんですけど、そう、前回の振り替えのやつで募集した時に本当にすぐに終わっちゃって、まだ振り返しきれてない人がたくさんいるから、こう新しく追加申し込みっていうのが、その人たちのこと考えた時にどうしてもできなくって、今回ああいう形で振り返りで対応させてもらうことになったんですけど、まあ、日にち見つつになるんですけど、新しく、まあ、お話し会って形ではもしかしたらないかもしれないんですけど、ファンの方とお話できる時間を作ろうとしてて、お願いしてるので、それは何だろう、発表してから新たに買い足せるものが一度もなくて、そう、だからこう話
たい人って絶対たくさんいると思うので、そうずっとね今お願いしてるんですけど、はい、ちょっと待ってもらえたらなと思います。その辺はアイアンとのハグ会を希望するオンラインハグ会オンラインハグ会っておもろいな。でもこうハグする、名前読んでハグするだけっていう会だから、もう一人5秒とかやけど面白くないそれ面白いね。エアハグ会、エア握手とかで面白い。何それしたいやってVR でお願いします。あ、確かに VR で感じた、 VR でやりたいな、それなかなか良き、確かにいいですねオンライン VR ハグ会じわんねんけど面白いな それいいですね、面白い。なんかそういうのもいいですよね。もうお話するのもさ楽しいけどさ、一回ぐらいそういうのあってもネタ系でいいんじゃないですか面白い。そう、あと、あ、そう、あの麻雀のやつで、あのテレビ出演権、はい、皆さんありがとうございます。麻雀、私が途中であのモバイルメールにいてモバメで、これ実はこの企画にこう入賞しても参加できそうなんですっていうのをそう送らせてもらって、でそっから本当に順位が下がることもなく、はい、ありがとうございます本当に。なので皆さん、それ3月なんですけど、だからもしかしたら卒業してからの放送かもしれないんですけど、でも参加させてもらうので、はい、楽しみにしててください。ありがとうございます本当に嬉しいです。そうですね、そう楽しみです、テレビね嬉しいうれしいです。今日ね家で暇やったからカラオケしてたんですよ。だからカラオケ3時間ぐらいしてたからさ、声がカラオケの後の声してるでしょやばいわ。なんか冠ライブの前は本当に48の曲ばっかり歌ってやってたんですけど、久々にもう冠もないし、そう冠も終わったし、なんかカラオケって感じでいろんな曲歌おうと思って歌ってたらちゃんと疲れたちゃんと疲れました。お姉ちゃんと熱唱してました。なんか改めてこんなにさこう、まあ、自粛っぽいのが長いから、あの家でできるカラオケほんまに買ってよかったなって。でも一回マイク潰れたんですよ、言いましたっけ、一回なんかマイク潰れて、だからまた新しく今買ったんですよ。そういいですよ、お家でできるの。なんか前のマイクはなんか響きすぎて、こう本当に静かな時で大音量でやっちゃったら外まで聞こえちゃうから良くないからね、のこのマイクにスピーカーがついてるタイプの、そんなに音が大きくなりすぎないタイプのやつで、そうやったんですよ。じゃあめっちゃいい、なんか自分には大きく、あ、ごめんなさい、自分には大きく聞こえるけど周りにはそんなそう聞こえないから、なんかテレビにジョイサウンドのやつが入れれて、そうそう、それでやってます。いいだとカラオケ配信は絶対いいだしてくれへんで多分いいだ人前でてかカラオケとか行った時にみんながいるとこで歌うのあんま好きじゃないから、カラオケ配信とかしてくれなさそう
おもろい。二人で行っても別々の部屋で歌うやろ。そんなことはない。二人で行ったら二人で歌います。うん、イーザのモバメ面白いよ。そうなん、気になる、見てみたい。あ、指輪してるの、指輪してる、こんなん。あ、でもちょっとネイル剥がれてるけど、あとこっち小指と、ちょっとネイル剥がれてるから恥ずかしいな。はい、してます、つけました今。ラジオ風配信、次はいつかな、次いつしましょう、いつしようかな。次でもできそうな日が3,4,5でしょ、6,7,6にできたらいいなって感じですね。多分6できるかな。6日、はい、6日はできるかもしれない。ちょっとまだ確定じゃないんですけど、6日ぐらいにじゃあしようかな。あ、そうだ、皆さん卒婚の後も忙しいと思うのでよろしくお願いします。3月はね、忙しいですよ皆さん、お願いします。そう、徐々にいろんなことが決まってきて、そう、忙しくなるので皆さんお願いします。今フォトブック買ってきた。お、嬉しい、ありがとうございます。3月全部休み取るか。それはあかん。でも卒婚終わって1、2週間とかはゆっくりできると思います。みんなは1週間ぐらいか。来週はね、また発表されると思います。いつ発表されるか分からんねんけど、そう、イヤリングは安定のラティス。正解、ラティスです。なんか彩香が卒業するの信じられへん。そうやんな。なんか自分もあんまりよく分かってない。よく分かってないとか言ってあれなんですけど、あんまよくないよな。でもなんかなんやろうな、発表してからも変わらずすごい活動できてるし、うん、なんか逆にこうやって配信とかする時間も増えて、うん、なんかみんなとより話せてる気がして、なんかまだ寂しさとかもそんなにないし、自分も実感なくて。でもランバトルとかやってると実感する、すごい、あれ自分はいないのかっていうのは、うん、でもなんかこういう形であれずっと参加させてもらってるので、配信に、そう、多分来週とかも出させてもらうので、なんかそういうのをすごいありがたいなって思います。なんか発表してもうバイバイみたいな感じの雰囲気じゃなくて、すごいずっとね参加させてもらえてるのはありがたいなって。治安悪いコーデ、そう、みんなあれお揃いにしましょうね。多分これからの配信もずっとあのコーデだと思うので、はい、私とお揃いで来ましょう。私もじゃああれ終わったら、頑張ったら終わったらあれをパジャマにするので。みんなもパジャマにしてください。あやの MC すごいよ。嬉しいです。ありがとうございます。3月3日も MC するんちゃう？したい、したい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 。なんか寂しいもん。すごい寂しくないですか？参加できないの。せっかくやったら、ね、参加したい。お願いします。MC として呼んでほしい。ここまでね参加させてもらったら、みんなのことをなんか結果もね直その場で聞きたいし、うん、
参加したい。お揃いにする、あ嬉しい。お揃いにしてください。みんなパジャマあれにしよう。え、昨日体力のバトルだったじゃないですか。でナミミと本番前に縄跳び飛んだりしてて、なんか「えお二人上手すぎませんか？」みたいになってさそう楽しんでた普通に裏でとか、卓球はそう準備とかあったからできなかったんですけど、ぶら下がりのやつ、ぶら下がり耐久バトルも本番終わってからやってて楽しかったですえ、私卓球さ結構好きなんよ。絶対できたとか相手にもよるやん、ラリーやからやるけど、この間友達とこう家にいた時もほんまの卓球台とかじゃないねんけど、何ご飯食べるダイニングテーブルみたいなテーブルに真ん中にこうティッシュの箱とか置いてでそう卓球してたでした、ね、そうね、みんなルールもね分かってなかったよなそうそう、まあなんかあれはあれでね楽しかったけど、みんなができてもね面白くないし、いい感じのバランスだったけど楽しかったですでも確かにさ思うねん、卓球ってなやる場所ないよなと思って。私は昔なんかこう卓球台がある場所があって、そこによく行ってたからタダでそうやらせてもらってて、タダでできたから行っててんけど、そうだからそこでよくなんかそこのおじちゃんみたいな人と一緒にやったりとか、あとおばあちゃんと一緒にやったり、あとそう温泉卓球、そうよくや毎年何回ぐらいの、ほんまに何回も旅行に、国内旅行にすごいお父さんとお母さんと私はもう絶対みたいな3人でよく、もう兄ちゃんと姉ちゃん大きくなったりしてたので3人ですごい旅行とか行ってたので、その時にすごい卓球とかもしてたから、そうやね。でも確かに卓球する場所ってほんまにそういうとこでしかないなと思って。あでも高校の授業でもあった、体育の授業で卓球。そう、まあでもねやらない子も多分多いから、確かにやったことない子もいるんやろうなと思って。え昔なんか小学校の時になんか地域でなんかそういうスポーツをする、なんだろう、クラブっていうか、本当におじいさんとかから、小学生からおじいさんとかまで誰でも参加できるみたいな地域のなんか体育クラブみたいなのがあったんですけど、それに参加してたから、それこそ卓球もあったし、バドミントンとか、あとカーリング、カローリング、カーリング、どっちや、氷じゃない方、体育館とかでやるやつ、田舎にありがち、そう田舎やねん、そうそう、そんなんとかもやってたりとか、なんかそういうのしてたから、結構いろんなスポーツ、あテニスとかいろんなスポーツに全然ちゃんとな、カローリングかちゃんと、ああちゃんと習ってたわけじゃないねんけど、遊びでこういろいろやってたから、あそうカローリングですね、カローリング、体育館とかでできるやつとかやってたな。うん、動くことがね好きでしたね、とりあえず。なんか全然上手いとかじゃないんですけど、動くことが好きでいろいろやってました。そこでモルックも身につけたんですか、うん、モルックはもう2年目入って去年ぐらいにやったのがあれが初めてです。うん、田舎だと走り回ってるからスポーツみんな得意そうなのかもしれん。だってさ自転車で遊ぶとかみんななくない、ないと思うねん。自転車で遊び回ってたりとか、うん、ほんまに走り回ってたから、ボール蹴るときはどっちで蹴るの、右足。でもボールは、私サッカーとかはすごい下手くそなので、サッカーはね足で何か操るのはすごい下手くそかも。うん、
あ、いや、目隠し、肩、足立ち強そう。え、どうなんやろ。でも目隠ししてたらさ、感覚が結構難しそう。うん、どっかをこう見て、ずっと見て、あのバランス取るとかってできないじゃないですか。結構難しそう。あーやん、コメント読んで。ピエン読んだよ。ありがとうございます。いっぱいコメントしてくれて。みんな今日机に当たりがち。そうせえね、机に足当たったりとか。私この携帯置いてる下に、なんか高さちょっと上げるためにカンカンの、よくさ、あのおせんべいとかいただき物もらう時のこのカンカンの箱みたいなのあるじゃないですか、入れ物。それを下に置いてるから、そう、音なんで、ね、叩いたら、そうそう、これにちょっとよく当たっちゃう。今日大好きだよ、嬉しい、ありがとうございます。目隠しドントルックバック、やばいやろ。メンバーの上飛び越えるとことかもう事故ですよ。事故事故。あやんとキャッチボールしたいな。したい、してみたいですね、キャッチボール。アイアンは投票した？え、してない。なんかさ、でもしたいなとも思う。でもまだな、分からへん。みんなの公演とか見てからやりたいっていうのはあるけど、こう見る観点がさ違うやん。難しいですよね。なんかアイドルやから、結局は可愛かったらよしじゃないですか。正直なところ、なんかそういう見方と、どうしても普段パフォーマンスとかしてるから、こうパフォーマンスを見ちゃったりとか、こうダンスとか立ち位置とか踊り、あ、ダンスとか立ち位置とか表情とか、そんなんを見ちゃうじゃないですか、どうしても無意識にの間に。とか自分が普段自分のことを配信とかで見て気にしてることを人の見ても気にしちゃうから、なんやろな、勝手にそうそう投票していいんかなっていうのはすごいありますね。難しい。こう評価基準というかさ、難しくないですか。うん、むずい。そう、アンコールがね、やっぱりそれぞれさ、曲も違うし衣装も違うしさ、あの B のやつ見たら猫耳つけてたりとか、めっちゃ可愛いじゃないですか。あんなんいいですよね、本当に。ああいうのは好きですね。自分がいるって言われたらちょっと恥ずかしいなと思うけど、そう、見るのは最高に好きです。嬉しいね、可愛いじゃないですか。ココナの2杯100点、確かに100点です。明日のキュンマート楽しみ。明日か、キュンマート楽しみ、楽しみです。あーやんならアンコール何歌う？でもさ、そのさ、一緒になったグループにもよりそう。他にどんなメンバーがいるのかとかにもよるけど、なんかあの公演の全体課題曲みたいな、その本編の方がなんやろ、ちょっとさ、公演っていうよりもライブっぽいセットリストだなって私は感じてて、だからなんか公演っぽい見せるっていうのも、もし自分例えば一人っていうか、自分他のメンバーのこととか今気にせずに考えるなら、なんかそういうちょっと見せる系、なんていうの、表情とか本当に表現ダンスが求められてくるような曲をやって、うん、締めたいなとも思うかな。悩むな、でも悩みますね。
でもさ、私やっぱり4年半やらせてもらってると、本当にいろんな楽曲をライブとかで歌わせてもらってたり、まあ、オリメンの曲とかもあって、このナンバトルの今みんながやってる公演で、多分全力グローイングアップ以外全部やったことあるんですよ多分。そうだから、なんか勝手に一人でこの配信しながら踊りたいなって思うくらい、そうそうしたいよね本当に。だからほんまにそうバレエの曲やってきてんなって改めて思いますね。あ、これも知ってる、これも知ってるってさなるの嬉しいです。いや出るのは無理やし、そうで出るのはちょっと違うから勝手に勝手にやっとく。そっちみたい、嬉しい嬉しいです。YNL で勝手に踊るやつやってほしい。やりたい、 YNL さんやってください。アイアンが一人で踊る回やりましょう。一人イルビーアイドル公演して、やりたい。イルビーアイドルのもさ、ラブ修行とか、私小島さんの卒コンで一回やったきりなんですけど、振り覚えててその自分が怖くなった。そう、でも AKB さんの曲って NMB とちょっと踊りのジャンルがちょっと違くて、振りのなんか、だからすっごい個人的には覚えにくくて、だからめっちゃ練習する量がそう多くて、練習する時間が自分ですごい取ってたから、めっちゃ染みついてるんですかね多分、知らない間に。だからこう4年とかたった今でも覚えてるっていうのはすごいなって自分に感動してた。セブンティーンも、私はセブンティーンは17歳の間に冠ライブを一回やろうとしてたので、その時にセットリストに入れてて、やそう練習してたからやりたい。イルビーアイドルの公演めっちゃねいいですよね、やりたいな。夢でキスミー、そっとキスミー、かわいいよね。涙の表面張力またやってほしい、やりたい。千秋楽のリハの時とかに小島とずっと横で踊ってた。つい踊っちゃいますねやっぱり。夢でキスミやってください。やりたい、やりたい。歌いたい歌ばっかりやな。そうほんまにやりたい歌ばっかり。でもなんかやっぱさ、ステージ上でそれは歌いたいなと思っちゃう。なんか決めれるやん。決めれるっていうか、そう、あ、セリフね、確かにいいですよね。移動は全部一人でやってほしい。でもこの間千秋楽の時に踊って、もう2曲で、私2曲頭連続だったんですけど、もうなんか肺がこう破裂するんじゃないかなっていうぐらい、あの法定速度と優越感がこうすごい、何、お腹をひねるというか、何やろ、こうギュッてする
振りばっかりなんですよ。だからマジで息がしにくくて、しかも普段はサビも歌割りで分かれてるんですけど、今回全部みんなで歌ったんで、もうね、苦しいってなってた。そう、久々にやるとマジでよくあんな頭4曲やってたなって思いますね。思うな。え、マジでもう腹筋めっちゃ使う、体幹やばい、うーって感じ。そうそう、やばかったですね、あれは。あや治り好き、嬉しいです、ありがとうございます。よりもふふ言いたい、あーね、あれでも最初絶対難しかったですよね。よりもね、親の足が綺麗、嬉しい、ありがとうございます。はい、ということでそろそろ終わろうかな。そう、今日はそのライブタイトルが決まってからと、フォトブックというか卒業メモリアルブックの発売が決まってからお話ができてなかったので、そう配信したかったので、皆さんありがとうございます。ゲリラやったけど、そう、私は自分で作ったキノコ鍋を食べてきます。皆さん、発売、もう予約発売、メモリアルブックの方始まってますので、まだチェックしてないよって方は、私のツイッターあとインスタも私のアカウントのとこに行ってもらったら、アーカイブハイライトのところで卒業メモリアルブックっていうとこを作ってるので、そこを押してもらったら、いろんなサイトのリンクも貼ってあるので、はい、そこからぜひゲットしてもらえたらと思います。いろんなね、こうサイトによって特典が違ったりとか、あとこれからどんどん多分情報が公開されていくと思うので、なんかだから今買って損とかっていうのは全然ないので、はい、それはなんか待った方がいいのかなって言ってる方もいらっしゃったんですけど、そう、ちょっとなんだろう、枚数が販売できる数っていうのが正直決まってるので、皆さんなくならないうちに、はい、まだね、多分今の間は足せるから大丈夫なんですけど、はい、ぜひ早めにゲットしてもらえると嬉しいです。お願いします。はい、本屋さんでも売られるかもしれないです。なんか最初は全然販売予定なかったんですけど、今いろんな心から売りたいですっていう風に声をいただいてるそうで、そうなんです、ありがたいことに。なので、はい、もしかしたらいろんな本屋さんとかでも新しくいろんな情報が解禁されていくかもしれないです。はい、ということで今日はこの辺で終わります。はい、じゃあランキングを読みます。13位元気くん、ありがとうございます。お話し会ぶり。はい、12位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。11位ビレイ、10冊買います。お、ありがとう、言ったで、絶対お話し会で10冊見せてな。バリアオレーツ、ありがとうございます、すいません。はい、で続いて10位、しんしぐさん、ありがとうございます。9位
さやまるありがとうありがとうございます。お、8位あやか依存症のフィリップさん、ありがとうございます。7位ヨウジさん、ルイアン推し、ありがとうございます。嬉しい。あーごめんね。6位イグチさん、ありがとうございます。5位キューちゃんさん、ありがとうございます。4位ヤマトシさん、ありがとうございます。3位ニクミさん、ありがとうございます。2位ニハレムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位ヨシピョンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん嬉しい。あやん、可愛すぎ、ありがとう、ありがとうございます。今日は寝すぎました完全に。はい皆さんありがとうございました。私もいろいろオフショットとかも上げれるようになったら徐々に上げていこうかなって思ってるので、皆さん楽しみにしててください。でもね、オフショット、うん、オフショット、そうですね、上げれるようになったら上げていきます。とか未公開ショットとかも発売されてからきっと上げれると思うのでお待ちください。すべてのサイト予約しました、ありがとうございます。皆さんもご飯食べてゆっくり寝てくださいはい、私もご飯食べてきます。ありがとうございました。バイバーイ。